四皇百獣のカイドウ、麦わらのルフィを捕獲。その一大ニュースはある情報筋から密かにワノ国国外へと伝わった。ドレスローザでルフィと共闘し、麦わらの一味の傘下に加わっていたバルトロメオとキャベンディッシュもこの事実に衝撃を受ける。ルフィ先輩が捕獲！ありえねえ、何かの間違いでねえか。なんだと、麦わらが。カイドウ、それほどまでに強いとは。ルフィの身を案じる二人はすぐさまワノ国に向けて出航する。カイドウ、お前、俺との約束破りやがったな。ルフィを追い、ワノ国に上陸寸前だったビッグマムはカイドウに出し抜かれたことに怒りをあらわにする。一方、海軍本部はワノ国が世界政府非加盟国であるとして黙殺を決め込む。しかし事態を重く見たフジトラはある密命を下す。麦わらがカイドウに捕まってビッグマムも黙ってないでしょう。すでにワノ国に上陸寸前って報告がある。四皇同士の激突が世界にどんな影響をもたらすか分かりやせん。和の国で麦わらの一味の支援をしちゃくれやせんか。あの連中とまた手を組むのは正直うんざりだが、あんたの頼みとあっちゃ仕方がねえ。だがそもそも和の国は国外との交流を断った鎖国国家である。かすかではあるが、情報が流出したのはある海賊の陰謀によるものだった。ぜー下準備はうまくいった。だがそう焦ることはねえ。おい野郎ども、出航の準備だけしておけ。そして動き出す者がもう一人。さて、そんじゃ向かうとするか。あまたの強者が続々と集結する和の国。今ここで一大決戦が幕を開けようとしていた。こうしちゃいられない。待ってろルフィ、俺が必ず助けてやるからな。ぼちぼち時間だ。しかし見れば見るほど陰気な場所だな。ここには我らが主君光月おでん様が残した名状がござった。今や見る影もないが。ゾロ、
したんだ？みんな暗い顔して。何かあったのか？さて、どこから話せばよいものか。麦わら屋がカイドウに挑んでやられた。え、ルフィが？こうなっちまったら潜伏する意味はねえな。これ以上敵に手を打たれる前に動くべきだ。ああ、何にせよ麦わら屋の救出が最優先だが。なるほどな。お前らの考えは分かった。お前らは白鳥や。今お前らに構ってる時間は。待ってください。あなたたちと争いに来たわけではありません。私たちは協力を要請しに来ました。協力だと？また海賊と手を組むなんざ不本意だが、それが大将フジトラからの指示だ。お前ら四皇ビッグマムとその部下たちが和の国に向かってきていることは知っているが。ビッグマムが和の国に？海軍の目的は四皇の衝突を最小限に抑えることです。そのために我々が派遣されました。しかし麦わらがカイドウの元にいたんじゃ、奴を追っているビッグマムとの衝突はより大きくなる。私たちも麦わら救出に協力します。この和の国での目的を果たすまではお互い休戦としましょう。またお前らの手を借りるのは尺だが、ビッグマムが来しまったらいよいよ手がつけられない。ビッグマムが和の国に接近していると知ればカイドウたちは間違いなく動く。ああ、その隙をついて麦わら屋を助け出すぞ。ああ、久しぶり。お前らどうしてここに？どうしてって、ルフィ先輩を助けに来たに決まってるべ。君たちは知らないだろうが、麦わら捕獲の事実はもう世界中に知れ渡っている。ルフィ先輩および一味の皆様のピンチとあらば駆けつける。それが俺たち麦わら大船団だべ。ん？誰だお前ら。チョッパー先輩。うわ、なんだお前。騒がしいな。何があった？先輩、ナミ先輩にブラック先輩も。ドレスローザでお会いできなかった皆様とのご対面、こんな幸せめったにねえべ。ありがとよ。麦わら大船団ね、助けてくれるなら心強いわ。俺絶対ルフィ先輩たちを助け立ちますから。おいだな、そのサインくれますか。やれやれ、君は本当に品がないな。少しはこの僕を見習ったらどうだ。なんだとキャベツコラ。こいつら本当に頼れるのか。皆さん、部下から報告です。ビッグマムの和の国接近を知り、百獣海賊団が動き始めたようです。タシギちゃん、ありがとう。俺たちも動くなら今だな。
百獣海賊団の隙をついてルフィたちを助け出すぞ。一刻も早くお助けいたしますだべ。ビッグマムが現れるまでにルフィ殿の居場所をつかむでござる。敵を縛り上げて情報を聞き出せ。職務を全うしねえ。ここを制圧すれば敵も減るはず。捕らわれてるか知ってるね。知りません。
向こうの方が警備が厳重だから、もしかすると。カラスマガリ待ち。キリがねえ。場所を奪い取っちまうぜ。シッソンソン清流院流水サロン一撃。麦わらの奪還は連中に任せときゃいい。俺たちは敵を足止めするぞ。はい、スモーカーさん。急がねえとビッグマムが来ちまう。多少の手荒な真似は仕方ねえよね。登場しろ。恐れをなした後悔すんなよ。タッグを握れ。サウンカラスマガリ待ち。先輩方、準備できたらすぐ行きます。待っててくんろ。この感覚を待って。おっと、一気ぶり。さあ、戦い待ち。麦わらと組はしますが、慣れ合う気がありませんので。サウンサウ
向かうはずだ。 Come on.
麦わらをこの手でぶっ飛ばさねえと気が済まねえんだ俺は。四皇と直接対決と。従う相手を間違えたな。なんなら俺と親子の杯を交わすか。四皇が相手か。ストローマンが何体必要だ。何珍しいね。俺の本に入れてやろうか。俺たちも鬼ヶ島へ向かうぞ。
何だあの壁。暇ねえのに。後ろにも気をつけた方がいいんじゃないか。もっと手を握れ。サンキュー。お前いつサンキュー。麦わらよ、どうなってる。騙されんな。あれは敵が作った偽物だ。麦わらはここにはおりません。俺聞いた話では鬼ヶ島へ護送されたと。鬼ヶ島？じゃあそこまで行ってやるよ。お前たち麦わらの仲間を始末しときな。ラチが開かねえ。俺が出る。あららら、すごいことになってるな。ああ、そうだ、俺も手伝ってくか。敵将式を台無しにしてくれた礼だ。とびっきり甘いキャンディーマンにしてやるよ。甘みは人を苦しめるためのもんじゃねえ、幸せにするもんだぞ。あんた、なぜここ。まあ、お前たちと同じだ。妖怪同士の衝突を最小限にしに来た。そんな動きもあるしな。ママに何て報告する。テーブルワイコーストライク。麦わらに連れ回されてひどい目にあったんだよ。それはこっちのセリフだ。行きますよ。
とおしい砲撃がやって止まったか。マキュー、ホワイト、ラント、サウン。どうしろってんだよ、クソったれ。サウン。ここまでやるとお前らを見くびりすぎていたよ。アンちゃん、後でちょっと時間くれるか。元海軍大将が俺に何の用だ。お前と話すことなどない。まあそう言いなさんな。アンちゃんの海賊団の今後に関わるかもしれねえ話だ。どういうことだ。いいじゃねえか。間に合わなかったか。早く追わねえと。ルフィはすでに鬼ヶ島へ護送済み。ビッグマム海賊団も後を追っている。状況は最悪だ。早く何とかしねえと四皇の直接対決が起こるかもしれねえ。俺たちも急いで後を追うぞ。お兄ちゃん、もう足止めはこれくらいで十分でしょ。ペロス兄も鬼ヶ島へ向かったし、私たちも早く。待て、ブリュデ、少し用がある。青生地。話とは何だ。
青木人、要件次第では。まあ落ち着きなさいよ。時にあんちゃん、四皇二人がここで争うことの意味考えたことあるか。どういうことだ。仮にだ、ビッグマムとカイドウがこのまま潰し合って一番得をするのは誰かって話だ。例えば他の四皇、特に最近四皇入りした新参者にとっちゃ格好の攻め時だとは思わねえか。まさか黒ひげか。青木じ、お前何を知ってる。そういう可能性もあるんじゃねえかってことよ。そうなったら麦わらどころじゃなくなるんじゃねえか。まあどう判断するかはお前らで決めな。忠告はしたぞ。カイドウに黒ひげまで加わってはさすがのままでもただでは済まない可能性がある。そうなる前に俺たちで麦わらをママのもとへ届けるぞ。